はい、今からちょっと僕がおとりが弱ってどうしようもできない時のために持っている銅締めの使い方の説明をしたいと思います。まず銅締めなんですけど、ケプラライトに目印で編み込んで動けるようにさしてます。でこれを鼻管につけるんですけど、まず鼻管をのとこに通して、これで1個目の編み込み の移動の部分を動かして、こういう形にセットします。誘導部というか、遊びの部分ですね。でまず使い方なんですけど、まず普通におとりにの鼻に鼻管を通します。そしてこの輪っかになってるんで、輪っかの部分を頭からくぐらして、胸びれの両胸びれを通して、で下の誘導部分を締める。でエラの後ろに入れて、こんな感じでセットします。であとはもう酒針を打つ。でこれで結構長い強い流れでも入ります。でプラス鼻重りみたいな感じで2号かぐらいを鼻の上に打って、こんな感じで使用します。で鼻管がおでこにペタッとくっつくようにして、まあ、ルアーみたいな感じで使ってますね。